おはようございます。今日はですね、ステーキングの報告が他にも何件かありまして、その中で初めてこういう報告をいただいたなというのがあります。それがビットレックスですね。ビットレックスのステーキング報酬が5月27日に配当がありましたということでございました。まあ、初回の配当なんで、詳しいことはわからないということなんで、また続報を待ちたいと思います。いや、ビットトレックスね、私も一番最初プレセールで買った時にビットトレックスの口座を作って、そこに、体の送っていただいてね、でそこからダイダロスに移すという作業をしたような気がします。これもう何年か前のことなんで忘れちゃいましたけども、その時に一瞬ビットトレックスのアカウントを作ったんですよ。いや、ビットトレックスすごいですね。あらゆる通貨のこうペアがあるんですね。ものすごく大きな大手の暗号通貨取引所、それがね、もう数年前にできたっていうのが驚きですね。やっぱさすが金融大国アメリカ、進んでるなと思いました。あ、そしてバイナンスですよね。やっぱこう中国といえばバイナンスなのかなと。正確に言うとバイナンスは中国登録ではないかもしれませんけども、まあどちらかというとね、アジアより中国よりなのかなっていうふうに私は思ってますけどね。詳しい方がいたらまた教えていただければと思います。私はね、バイナンスにアカウントないんですよ。まあ、ですんでそのうち作るかもしれませんね。ただいまいちね、バイナンスどんなもんやと思ってるところがありますんでね、臆病びっくり、おっかなびっくりでございますよ。それでは本日は以上でございます。ありがとうございました。